私島岡身信無敵のアシスタント瞬きしてる間に21年目に入っちゃった。島岡さん、明けましておめでとうございます。はい、はい、あのこの曲が大嫌いだという、はい、スルーしてください。どうぞ。はい、はい、なんだよ。いや、あ、紹介しましたね。そうですね、はい。あ、私も見たけど、いいね、これ。っていうか、いやー、グレン・クローズ。素晴らしいですね。ちょっとびっくりですよね。かっこいいですね。20年ってね、嵐も20周年なんですって。やっぱり20年ってすごいなって、ちょっと思っちゃって。あんな子供だった皆さんがって感じですよね。皆様、新年明けましておめでとうございます。岡村陽一です。明けましておめでとうございます。島岡みのぶです。やっぱり自分のことを歌われるのは嫌だ。いや、というか、うん、なん敬意がない。 なんでしょうね、うん、まあ、あのいろんなアシスタントが歌の題材にされましたが、はい、うん、みんなそれでやめてったのかなってちょっと思ったのよ。もう新年早々もう演技の話でどんどんやめてますから、うちの番号の大野博美もいない。だからね、歌作られるとやめろってことか。そうか、どっちが先かわからないですけどね。 それさ歌があるから早く言ってよ。でしょ、でしょ、うん、気づいちゃった。そうか、俺はね、歌ができると皆さんのことを立てようと思って歌を作ってるんですけども、そうそうそう、やめます。歌を作るのをやめれば大丈夫なんです。そこがどっちが、さすが島岡みのぶ、新年早々一本取られましたな。はい、あなたなんか新年温泉行ったりして美味しいもの食べたみたいでいいですね。いや、でもね、今あの、うん、新千歳空港が大変です。北海道遅れちゃって、あれやっぱり私も、うん、あの9月の地震のことを思い出しまして、うん、大変なんです、この空港の混乱っていうのは。帰ってきたくても、お金いくら出しても満席って言われたら乗れないんですか、飛行機は。あるところにあるんです、お金。そう、なんか3億超えちゃったよ、マグロが。食べた人もいるんでしょ。あれは食べたいね。縁起物で。でもあの普通の値段だったそうですね、食べる人たちにとっては。そりゃそうでしょ。そう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 、あれで一貫が一貫2万円取ってない、1000円とかって言ったら取ってないっていうね、うん、あのでも、僕はちょっと別の番組でスピリチュアルヒーラーの方に聞いて、まあ、これはずっとあのマーフィーっていう人の本とかね、うん、あの成功法則、いろんなもうことに言われている、やっぱりイメージしたことが具現化するという、うん、その一端で言うとね、例えばその方に聞くと、まあ、みのぶ先生という方なんですけど、例えば宝くじ当たりたい、年末ジャンボみんな買ったと思って当たりたいっていう人がいて、僕は買いませんでしたけどね、はい、こう当たった、嬉しい、本当に心の底から嬉しいと思い続けると当たるもんだと。で、例えば目の前に例えば3億だったら、はい、3億イメージすると当たるっていうわけだけど、そっから先は彼がすごいんですよ、うん、だけど1回も3億円見たことない人は難しいでしょうと。だからよく言われるのは、1回当たった人何度も当たるっていうでしょう。そうなんですか。それは ビジュアル化してるから、本当だから3億は見たことないでしょ、今まで。僕もないです。1億もないです。でしょ、だからどっかで頼んで3億を見せてもらえない。自分のものじゃなくて、そう、もうシャミで取らせてもらって、別にシャミ取っても問題ないですよね、普通にお札を取るぐらいね。そうやってビジュアル化するとうまくいくらしいですよ。だから1回でも1億なら1億だから100万円欲しい。ボリューム感が分かんないです。そう、100万円欲しいとしたら、これどっかで100万円持って。100万ぐらいなんてどうにかなるかもしれない。そうそうそう。そうやってイメージするといいみたい。なるほど。じゃあ、岡村さん、何ですか、今年一番最初にイメージしたいことは。キョンキョンともう一回共演したい。うわぁ、そこ。さあ、今日ですね、すいません、つまんないこと言ってしまいました。あの、綺麗でしたよ、僕会った時も。今日は新春特番でございまして、新春放談、はい、で島岡さんと、もう今、はっきり言っていいですね、うん、もう正月明けましたから。はい、先週の放送は、12月31日録音でございました。そうです、11月5日に撮りました。ああ放送ああ収録しに行く、11月5日ですよ、あなた。分かります、この気持ち。岡村さんがロシアに行く前です。そう、それで、はい、春か前です。あのもうロシア寒かったとかね、はい、今年は早いですね、まるで先週まで10月みたいでしたねとかって言っててね、これはあのなんとあの素晴らしくてですね、この全部ホームページの管理やってくれてる本間照子ちゃんが頑張ってくれてですね、うん、なんと先週の放送も全部今動画で見られます、はい、このシネマストリート専用サイト、ま、生放送のように嘘です、やってますけど、ね、本当にね、聞いてたので、家で自分の放送聞くっていいですね、楽で。なかなかないですからね。なかなか面白かったね、あれ。めったに聞いたこと思わないんですけどね。そうですか。あん
だけど、毎日毎日だんだんね、そうなの、自分に対する欲が甘くなっていって、年取ってくると自分の点が甘いでしょ。それで思い出話、自慢話をしだす若いやつに訓戒を垂れる。すいません、そうです、真面目に謙虚に参ります。21年目に入りました岡村隆史のシネマストリート、1曲目は素晴らしい歌声からどうぞ。木村雄一、 I will always love you。木村雄一、 I will always love you をお届けして、今日はこの木村雄一さんの曲だけしかかかりません。でこの木村雄一さんがどういう方なのか、じわじわとご本人がいらっしゃいますからお楽しみに。その前にマルバールのコーナーです。マリちゃん、はい、今日は3本紹介します、はい、まず1本目は天才作家の妻40年目の真実です、うん、ノーベル文学賞を受賞した世界的作家とそれを支えた妻の愛と葛藤を描いた物語映画です。ノーベル賞受賞決定のノーベル賞受賞決定の知らせに舞い上がる夫と妻、ストックホルムで行われる受賞式に息子と一緒に向かいます。ホテルには記者がいて夫婦のスキャンダルを狙って近づいてきます。実は妻が影の執筆者なのではという疑惑を持つ記者、若い女に鼻の下を伸ばすノーベル賞作家、よくいるエロ親じゃんというコメディ的要素もある映画です。妻が若い頃1950年代には、女性作家が活躍するのに難しい時代だったと。でこの映画は1990年代が舞台なんですけれども、今もね、あの MeToo とか、入試で女性の受験者の点数を下げるとか、あと元旦西部の、西部総合の元旦パイ投げ広告とかですね、女性差別はまだまだあるというふうに感じる、そういう背景なんかも感じる映画でした。ちなみに念のために言うと、これはの、はい、実話ではないですよね。あ、そうですね、はい、ノーベル文学賞でこんなことが起きたっていうわけではないけども、はい、あの小説自体はですね、原作の小説自体はこんな大きい賞ではなくて、ちっちゃい賞の、うん、あの作家の話なんですけど、映画にするからちょっとね、ノーベル賞にしたってことですね。はい、そういうことですね、うん、はい。で、ノーベル賞受賞式と晩餐会という特別なセレモニーの舞台裏が見られるのも、面白い点です。これは結構しっかり再現してるらしいです。実はですね、私また友達自慢なんですけど、お友達の女性医師で宮川さんという人がいまして、ストックホルムに今お子さん連れて、まあ、お子さんを留学させるためにご自身お医者さんなんですけども、行って働いてるんですね。で、Facebook にノーベル賞受賞式に参加した様子なんかも投稿してるんですね、うん、で彼女のお姉様もあのスウェーデン在住の医師で、日本人受賞者とか、あのこうち日本から行ったあの関係者 の、ね、の通訳なんかもしているって言って、それであの中継なんかにこうちらっと後ろの方で映ってたりとかもするんですね。でなんだからノーベル賞なんて全然こう全く無縁の世界ながら、おお、こんな感じなのかみたいな、あのフェイスブックで見たあの感じねみたいな感じで楽しめたっていうのも個人的にはありました。私もちょっと串挟んでいいでしょうか。どうぞ。私はスウェーデンノーベル賞と聞くとどうしても言わざるを得ない、はい、もう4年前に撮りました、私はストックホルムパラダイスという映画で、そのあそこの晩餐会が起こるとかな、視聴者の黄金の間っていう、あそこでですね、あのゲリラ録影しました。普段入れるわけですね。入れます。入れない。あのただ観光ツアーで1人1500円払うと、はい、で6人で6人分払ったそう、私が、うん、払って中に入って、うん、そうすると中国人の一団がわーっといるわけ、うん、でこっちでバーッと説明してるわけ、そのツアー、うん、でこっちの人がいないから、うん、こっちで黙って見てるような演技をして、うん、撮っちゃった。そうそれがダメです。なんか言われたらカットすればいい。で、すいません、話が中に向いちゃった。ごめんなさい。そのお姉様っていうのね、そのお医者様、お二人ともお医者様で、うん、スーパーウーマンなんですけども、うん、やっぱりその活躍もそのスウェーデンだからできるっていうふうに言ってるんですね。やっぱり日本じゃ、うん、そういうかあの外科医、あ、医者として、うん、その同じように子供を持って、あの働くっていうのはとても無理っていうふうに言ってたのがまた残念だなみたいな感じを受けました。で、グレン・クローズ演じる妻の若い頃演じてるのが娘のアニー・スターク。あ、グレン・クローズの本当の娘、はい、あ、素晴らしい、綺麗ですけどね、いいですね、お母さんのやつね、はいはい、母娘共演も見どころです、うんうん、はい、いいですね、2月26日公開、はい、天才作家の妻40年目の真実。よくね、イマジン、ジョン・レノンのイマジンは小野陽子がね一部歌詞を書いたってもう認められて、あとアインシュタインの相対性理論は奥さんが大部分書いたんじゃないかという説も未だに根強いですよね。だから本当に夫婦で
安作したということね、うん、あるかもしれません。これはフィクションですけどね、グレン・クローズがこの悔しさというかこうじわじわ感が なんであのうまいんだろう、あの濃い感じですね、すごいですね、皆さんぜひ天才作家の妻40年目の真実1月26日公開ご覧ください。さあ続いては、はい、バハールの涙です。こちらもノーベル賞絡みの映画です、うん、2018年ノーベル平和賞受賞者はナディア・ムラド氏、ナディア・ブラド氏は目の前で IS に兄弟6人を殺されて3ヶ月間性奴隷にされた後、逃げ出して戦争の中で行われる性暴力の撲滅を目指して世界的に活動している。でそれが認められてノーベル平和賞を受賞したんですけども、バハールの涙はナディア・ムラド氏と同じくイラクの少数派ヤズディ教徒の女性たちの物語です。主人公バハールは人質に捕らえた息子を取り戻すため、そして被害者でいるよりも戦うことを選んだ、仲間たちと女性武装部隊を結成し最前線に立ちます。このバハールのキャラクターはエヴァ・ウッソン監督がイラクのクルド人地区に行き取材した女性たちの証言から、構築されたものであります。で物語映画であるけれども、その、突然 IS にこう襲われて7000人からがもう女性たちね、挑めにあったっていう、男たちは殺されたりして、そう、女性たちがそう連れ去られたりした、はい、その出来事に着想を得ているものです。で、この映画の中にはバハールのもとへ、ジャーナリストの夫を紛争地で亡くした女性記者が取材に来るんですね。この片目の女性ジャーナリストも実在の人物、メリー・コルビンと、2人のモデルがあるんですけども、うん、文豪アーネスト・ハミングウェイの3番目の妻で従軍記者として82歳まで現役で活動したマーサー・ゲルホーンがモデルとなっています。でこの映画もびっくりするよね、この物語です。バハールがすごくかっこいいんですけども、でやっぱりね、なんでこんなことをしなくちゃ、なんでひどいことをするんだろう、ね、そうなんですよ、どうしてよく言われるのは一個人個人だとそういう悪いことできないんだけど、うん、集団になって戦争となって生きるか死ぬかになると集団ヒステリーみたいになって、うん、もう人間じゃないようなことをしてしまうっていう。だからもうあと本当当たり前のことだけど、もともと戦争というものを一切しないというふうにしたらそういうことも起こらないわけだから、うん、ちょっと話それますけども、うん、ちょっと感動しましたね、天皇陛下の、うん、誕生日の先月のね、はい、平成の30年間戦争がなくてよかったって、 そんなことも忘れてるぐらい平和だったですね、我々ね、うん、30年間が平和だったという認識がもうずっと僕らなんか生まれてからずっと平和だから思わないけども、うん、本当に平和 の戦争がない2019年以降でありますようにというふうに思いますね、うん、はい。バハールの涙は1月19日公開です、うん。3本目はヒューマンフロー大地漂流という映画です。でこれは、現代美術家アイ・ウェイウェイが23カ国40カ所の難民キャンプと国境地帯をめぐり増え続ける難民の流れを追ったドキュメンタリーです。全世界で難民6500万人っていうふうに、書いてあるんですけども、2018年の段階では6850万人に、また350万人も増えているっていう、この映画は2016年に撮った時は6500万人だったんですけども、まあ本当に今も話しましたけども、なんでこんなことになるのかっていう、難民をね受け入れるとか受け入れないとかもう大問題ですけども、難民を出さないようにってどうしてできないんだろうっていう、どうしてこんな100人に1人が難民っていう、おかしいよね、どうして、なんで、それ政治が悪いでしょうね、そうなんですけども、うん、難民を発生させてる人たちっていうのはいるわけですよね、うん、私たちなのかっていう気もちょっとしちゃうんですけど、うん、人類を地球をどうしようっていうんだろうっていう、なんかね途方に暮れる映画なんですけど、うん、でこれをねなんか映像、圧倒的な映像美とかって書いてるんですけど、映像美なのかみたいな、画面が美しかったら映像美とは言えないよね、まあ、うん、それで、うん、まあ、美術家だから、美術家の人が難民キャンプを、ね、だから芸術がこの現実に対して何ができるのかっていう、うん、映画でもあるんですけれども、もう深くこう圧倒されて、どうしたらいいのみたいな、もうやめようよみたいな映画でした。この映画見てなくて言うのは不損かもしれないけど、この現実に対して芸術が何ができるのかと、この場で聞かれたら答えは何もできないじゃないの。うん、その場で今何ができるのかって言ったら、
なれば何もできないと思う、うん、金持ちが何ができる、例えばその人が1億持ってったら1億分のものを何かその場で、うん、それは対症療法でしかないかもしれないけど、うん、ということだと思います。ただこれを取ることは意義があるなというふうに思いますけど、そうですね、うん、23カ国40カ所で、そうか、うん、でもこれをずっとね回って取ったのは偉いですね、うん、こういうことをね、はい、大変辛い作業だったと思いますけどね、うん、ヒューマンフロー、はい、1月12日公開です。はい、はい、というわけで私もマリちゃん独特のチョイスと、はいはい、あの鋭い角度で、はい、やめないでください。もう歌作んない方がいいと思います。もうだからもう今後一切作らないでください。あの5年間は作りませんから。マリバールのコーナーです。ありがとうございました。ありがとうございました。この曲の後は小磯克也くんの初登場です。木村雄一、ムーンリバー。ギャラが高いと思います。あ、そうですか。すごい、すごい人です。でもこれがある限りヒロミのことはみんな忘れないね。ああ、そうですね。ヒロミが一回来るって言ってましたよ。本当ですか、うん、あのご挨拶しに来るって言って、本当は先々週来るって言ってたんで。会いたいよ。今日ですか。だからヒロミちゃんとそれ言うって、まずアシスタントをやってくれるから、まず一緒なんだと思って。リサちゃんとも会えない。それでちょっとね、新しいアシスタントを今探してて、だって足りないじゃん。ミシェル。ミシェルはもう枠いっぱいだから、あ、いや、ミシェル枠、今ミシェル枠ってあるのはダメなのね。だから今小倉美香って知ってるからね、今世界的に有名な、まだ学生だけど頑張って、うん、あ、すごい頭いい、さすが、もう見損なった。だってもう10歳の天才棋士が出る時代ですから、ね、すごいですね、あれ英才教育ですよね。いやでもすごいね、まあ、お父さん九段のねプロだからあれだけど、まあ9歳へのインタビューってインタビューはもう大変だよね。本当に大変だと思います。日の放送は川崎 FM79.1MHz です。毎週月曜日の午後1時から2時は岡村陽一のシネマストリート第1部、2時から3時は第2部をお届けしています。インターネットのサイマルラジオ、リスンラジオを通じて世界中の皆様にお届けしています。2019年初のゲストをお迎えいたします。俳優の小磯克也さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。大変嬉しいですね、小磯君とこうやってラジオやれるという日が。そうですね、はい、元売れっ子子役って言ってましたけど、はい、元人気子役、人気子役、はい、よくあの天才子役とも言われるんですけど、うん、違います、人気子役です。マコーレカルキみたいな感じです、ね、そうですね、デビューは何歳？僕は10、たけし君ハイは13歳、13歳で、はい、あれでバッと有名になって、はい、皆さん知ってますかね、はい、NHK のね、あれは銀河ドラマ枠でしたっけ、ね、はい、銀河テレビ小説ね、はい、亡くなってしまいました。僕大好きだった俳優の林隆三さんが、はい、竹内ビートたけしさんのお父さんの菊次郎さんを演じて、はい、でお母さんが木の実奈々さんでございまして、はい、それからお兄さんが超万宝さんという、超万宝さん、万宝さん、ちょっとこの方も亡くなってしまいましたけど、はい、その弟が、はい、北野武の役をこの小磯克也さんがやって、これがすごい視聴率を取りました。脚本が布施弘和さん、この方も亡くなってしまいましたけども、そうですね、先生、黒柳徹子さんがもう布施さんもたけしさんもいないところで何回も言ってましたからね、あの短いたけし君入っていう、あの、はい、たけしさんが入ったあの本をあんだけ膨らまして続編もできましたもんね、はい、ね、そうですね、あの布施さんは天才だってずっと言ってましたけどね。うん、で、あと次男で松田洋次さんが、松田洋次さん今もご活躍でございました、はい、明日香です、明日香でね、はい、です、そうです、のろのけ姫です、出てまして、はい、それで、小磯克也さんはあれはオーディションかなかったの、あれはですね、オーディションやってたらしいんですよ、うん、やってたらしいんですけれども、やっぱりプロデューサーが当時おしんのプロデューサーの小林幸子さん、うん、はい、有名な方ですね、はい、うん、でやっぱり求める演技ができないと、うん、それでその昔、うん、小林さんが女性で初めて、うんうん、NHK のチーフプロデューサーになった番組に僕これだけで出てたんですよ、うん、それ10歳の時だったんですけども、うんうん、その時に最初小磯でいいんじゃないかって言ったら、僕中学1年生だったんですよ、たけし君は小学校5年生になったちょっともう上だと、そうです、でちょっと身長合わないんじゃないかって言ったんだけれども、やっぱ決まらないので、うん、とりあえず小磯呼べと、うん、いうことで NHK のドラマ部行ったら、僕が思いのほか背が伸びてなくてちっちゃかったよね。そうなんですよ、僕も小学生だと思ってました、はい、よかった、ね、そうなんですよ、それで、あ、じゃあもうお前たけしに似てるからやれって言われてやるっていうことになったんですよ。やっぱりあの眉毛のあたりが似てて、だから僕は似た子を連れてきて当時うまいなと思って、それでなんかまあこれフィクションですから言っていいですよね、なんかね、あのたけし君がね結構嘘ついたりずるかったりするんですよ ね、 そうですね、へへへって笑ってる顔のアップがすごくね、はいはいはい、なんかビートたけしというよりあのこの子
うまいなと。で、まあ、なんかその、あ、こっからあの世界のたけし、まあ当時は世界のじゃなかったけども、ね、なっていったんだなと思って拝見してましたけどもね。はい、やっててどうでしたの、ドラマは。そう、あ、いやもう楽しかったですね。うん、あの、キャストお父さん、お母さん、おばあちゃん、おばあちゃん、うん、千石のり子さん。あ、そうでしたね。最高でしたね。はい、近所の人たちも、金田龍之介さん、牧伸二さんがいらっしゃったんですね。牧伸二さんもそうですし、うんうん、本当にあの商店街のね、皆さんもね、はい、キャラクターで皆さん優しくて、うん、面白かったです。ただみんな真剣に作ってましたね。あ、そう、はい、やっぱり今のドラマはちょっと真剣さが足りないですかね。そこまで言ってないですもんね。なかなか誘導尋問に引っかからないからですね。もうね、はい、やっぱり芸歴長いなとか。そうそう、デビュー何歳ぐらいなんですか。だからそれが、その時はもうそうですね、子役を始めたのが、うん、2歳、2歳で、3歳の時に初めて、あ、2歳の時に初めて、ビックスベポラップの CM 出たの。そうなんですよ。その後こう、お母さんに塗られるみたいな感じ。そうです、そうです、はい、で、その後渥美清さんとまるちゃんのきつねうどんって、あの赤いきつねと緑のタレになるから、あ、そうそうなんですよ。それに出てて、で、当時電車の中吊りがあったんですよ、広告に出てた。はい、で、うちの袋が、あ、出てると思って、僕出身が川越なんですけれども、うん、東上線に乗ってこう池袋に着いた時に、お袋が、駅の方に行って、中吊りにうちの息子が出てたから、うん、この中吊りくれって言ってもらったんですよ、うんうん、それがしても偉いね。そう、で、それがまだうちに貼ってあるっていう。ああ、そう、すごい、歴代の渥美清さんと共演してるっていうのはもうすごいなと思って。そうですね。で、まあ、たけし君の配慮がすごくあって、うん、でも大変失礼ですけど、はい、その後もすごくもっとスター街道爆心じゃなかったじゃないですか、はいはいはい、あれからもううん十年経ってしまいまして。そうですね、はい、どうしてます。難しいですよね、男の子は特にね、その、そうですね、学生、僕はまあその当時やっぱりたけし君俳をやって人気者になって、うん、どこの現場に行ってもたけしたけしで、たけしのレッテルで行くのはやっぱりまずいじゃないかってマネージャーさんとのお話で、1年間ぐらいやっぱ受験で休んだんです、うんうん、で、まあたけし君俳も3本目があったんですけども、ある事情で、たけしさんの事情で、うん、ある事情で、そうです、あの流れて、あの時代ですね、はい、そうです、あの時代ですね。で、1986年ですね、80、そうですね、はい、で、その後、まあちょっと抑えつつ行って、うん、とにかく大学だけは出ろって言ったら、うん、世の中から忘れられたっていう。そうです、正常です。そして、僕と初めて会ったのいつか覚えてます。僕はね、全然覚えてないんですよ、そこが。ですね、はい、淀川で上がる物語、サイナラっていうのが、日活のスタジオで、はい、なんか最後にみんなが現れてきて、はい、写真を撮った、記念写真じゃなかったと思うんですよ、ワンシーンでね。その時に僕の隣が小磯くんで、小磯さんですか、僕。何の役だったんですか、してます。何の役だ、僕はね、切符のモギリでした。はい、僕は置き屋の、なんか、そう、女の子たちの、うん、あの着物を着付けしてあげる。そうです、そうです。それで、今回の、この、この間の、去年の夏、大変だった、はい、大林信彦監督、同じ大林信彦監督の、海辺の映画館というので、はい、主役の一人をやりました、厚木拓郎くんが、淀川流さんの役だったんですけどね。はい。あ、そう。それで打ち上げとかでもあって、それで去年のあの夏の大変な、そうですね、あの撮影を切り抜けて、はい、そして、なんと、溝の口に住んでいるということが、ここから10分ですよ、JR で、うん。そうです。ということが分かって今日来ていただいたということで、はい、今日ありがとうございました。ありがとうございます。違う僕大事な宣伝が、すいません、今日何でしょう、ごめんなさい。はい、ですね、私来週、1月15日から中野のテアトルボンボンという劇場で、舞台をやります、うん、団体がシアターマーというところで、タイトルが四季島探偵事務所ですね。どんなですね、これあらすじに書いてあるんですけども、下町に事務所を構えている四季島探偵事務所、その日のクライアントは謎の美女だった、一人の女性を探してほしい、言われるがまま四季島の親友の辻が追っかけたターゲットは、四季島と親友の辻が追っかけたターゲットはなんと四季島と辻がよく知る人物であった、依頼主である謎の美女の正体とは、そして本当の目的は一体何か、四季島と辻を待つ意外な結末とは、そしてこのあらすじから受ける印象とはちょっと違う、ゆるい探偵物語がスタートするということなんです。ゆるいとこで、これで小磯克也さんどんな役なんでしょう。僕はこの辻です。あ、
はい、探偵事務所の近所にいる栄の辻の役です。探偵物語とかね、もういっぱいこういうシリーズありますけど、はいはい、もうなんかあの浜マイクシリーズと僕も出たことありますけど、はい、楽しいですね。こういうなんか探偵事務所があって、ね、大体そこはあの冴えなくてお金がなくてっていうと、はい、ある日あの謎の女がやってきてっていうパターンがね、そうです、いいですね。もう本当に作家のこの瀬野正夫さん、うん、基本的に放送作家さんなんですけど、瀬野鎮さんって言ってラジオ番組とか持ってたりするんですけども、その瀬野さんが書く本ってほぼセリフ劇なんですよ。なるほど。劇的なものがどうこうというわけではなくて、会話なので、とても的テンポとかなんか会話のやり取りとかとても難しくて、楽しく、例えばコメディですね。はい、じゃあほとんどあの事務所の中で展開する、はい、ワンシチュエーションコメディです。はい、なるほど。そう、はい、ではなかったです。ほとんどそんな感じでね、はい、トリプルキャストですよ。これはですね、シングルキャストが僕、うん、そのチームハルというのがちょっと、はい、がシングルキャストで、チームカミナリとチーム嵐がダブルキャストなんですけど、やっていくということで、チームハルは出ずっぱりってことね、はい、そうです。そしたらいつ行っても小磯克也さんに会えます。しし、はい、来週の火曜日1月15日から20日まで、中野のテアトルボンボンでございまして、気になるお値段は、はい、前売り4000円でございます。ただみたいですね。そうですね、こんなはした金で夢のような新春のひとときが味わえる、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、小磯克也、小磯克也、小磯克也で皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。四季島探偵事務所、来週の火曜日からです。お芝居の方も頑張って、はい、ありがとうございます。映画はなんか、大林組がこの間の、うん、コメモリアがね、はい、今年公開になります。今年あと春か、初夏に、塚本蓮平監督の、うん、今日も嫌がらせ弁当という、うん、篠原涼子さんが主演ですね、うん、あ、そうです、はい、はい、じゃあ春ぐらいにまた来てよ、あ、監督連れて、はい、ぜひ来てよってなんか気軽にもしそうですよね、うん、ぜひはい、ご近所ですから、はい、そうですね、あ、なんなら篠原涼子さんもよかった私嫌いじゃないですけど、そうですか。というわけで、はい、ぜひまたいらっしゃってください。ご近所 の、はい、あの私の本当に大好きな俳優小磯克也さんです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。この方はこの後登場いたします。木村雄一蘇州夜曲で、なんかあのどっちだっけ、うん、あのさくらちゃんがどっちかにほら子供が生まれたじゃない、それであのちょっとずつ監督の回復してったらしいです。今満腹出てる方です。あ、そう、うん、今満腹出てる方です。満腹の子は、え、子供もうできて、もう生まれてた、産んだ、そうそう、今もう産んだばっかりで、ね、子供と一緒に大阪に住んでる。大阪だもんね、すごいよね、大変、すごいと思います。朝ドラの初でしょ、だから朝ドラヒロインで子育てしながらっていうのは多分初だと思う。ちょっと年、今日の放送から年齢と合ってきましたね。今日から8年後って、今日は32年だから、うん、いやでも安藤さくらうまい、うまい、あの細かいと、あの喜劇切りに通じるもんがある。100円の恋の子だからって言って分かんない人とかもいるみたいですね。あれ同じ女優さんなんだって、うん、ゆかちゃんも脱がなきゃダメよ。は？どういう、うん、皆様こんにちは。なんか違う。今回は都合によりこの声で送り出します。違うでしょ。番組初登場でございます。1000万人に1人の奇跡の声、男性ソプラノサファイアボイス。木村雄一さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、番組先に21年目おめでとうございます。あら、やだあれ、やだ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 、僕も20年やってますけどこんなこと、はい、生まれて8回目ですもう、ありがとうございます。素敵なお花をいただきました。あ、中に1万円札が数枚本当ありがとうございます、はい、すごく嬉しい。それ男性から花をもらうっていうのは、ね、どういったらいいんでしょう。でもソプラノの方なんで、ね、すごい。じゃあこれを、私が今この20年間一緒に頑張ってくれました、ゆうかちゃん、間違えた、島岡さんに差し上げます。そうなんですか、はい、島岡さんおめでとうございます。おめでとうございます。もうこれで、私の歌に対する怒りを沈めてください。後でまた取られると思います。はい、取られます。ありがとうございます、はい。というわけで、なんかこんな美しいセレモニーをやってしまってですね、うん、お笑い番組らしくなくてすいませんでした。いや、でも本当に気遣いありがとうございます。もう嬉しいですね、本当にね。木村雄一さんは、はい、皆様お分かりでしょうか。この番組を聞く人は注意深く聞いていただきたい。いや、ここからで結構でございます。先ほどからなんとなく綺麗なソプラノの声を、今日は全部木村雄一さんの
アルバムからおかけしてるんですけど、あの声の人が今のあなたなんですね。はい、木村雄一です。この番組でね、はい、バリトンの、ね、声の低い人がね、はい、いるんですよ。バリトンかの人、あの人歌も歌ってるんですけど、はい、で初めて会った時にいい声いいですねって言ったら、声もいいんですって言ってましたけど、対局にある人が来ました。そうですね、喋り声と全然違うので、熊本県、はい、大津町、大津と大津、はい、ちょっと珍しい読み方をするんですけど、幼い頃よりボーイソプラノとして歌い、たゆまぬ努力により変声期になってもソプラノで歌い続け、高校時代に第55回全日本学生音楽コンクール福岡大会声楽部門の高校生の部で1位になりました。熊本県の高等学校文化連盟優秀文化芸術文化賞2年連続受賞、まあ、その後も栄光のページを歩まれてるんですけど、あの子供の時にボイスオプラノでね、はい、あのきっと木村さんならご存知かと思うんですけども、はい、あの美しき合うけどなあのなんか映画がありましたよね、ウィーン少年合唱団、ね、はい、あれもご覧になってます、なんてない、 見てないあれでね、はい、あれは僕だからそうです、高校生じゃない小学校の時に見てね、はいはい、あのそれは劇映画だったんですけど、ちょっとタイトルが、はい、とにかくね、ドラウナのささなみなんかね、ウィーン少年合唱団というようなタイトルだったと思うんですけど、でまああの今も日本にもねよく来ます、有名で、でそのボーイソプラノの子がもう本当天使の歌声って素晴らしいんですけど、みんなからチヤホヤされて、ある時変声期が来るんですよ、うん、で、もうあのがっくり来ちゃって、どうしようと思ったら、うん、その指揮者の方に転向していくっていう話になっていくんですけど、普通ここを乗り越える、はい、普通声が変わっちゃったら、例えば、はい、あーはははははってのが出たとしてもね、わてが雁之助だぞっていうふうに変わっちゃうじゃないですか、はい、でどうしたこれ、私も喋り声がやっぱり変わった、今普通でしょ、ですね、僕だからね、はい、こんにちはっていう人が来るかなと思ったんですけどね、はい、先生方とのやっぱり出会いがありまして、うん、まあ、母の影響で、うん、母が歌とピアノやってまして、うん、母のこう歌真似といいますか、お母さん徹底的にソプラノ、そうです、母はソプラノで子守歌とか、うん、もうソプラノで歌ってくれてたんですけども、それをこう真似してだんだんボイスソプラノになっていったんですが、やっぱりこう中学校3年生の時に変声期が来て、でその時周りはどんどんこう声が低くなっていくんですけども、喋り声は低くなってきても歌声がソプラノのままだったので、ちょっと恥ずかしいなっていう時期があったんですが、音楽の先生が歌の試験で聞いてくださって、はい、であなたはとてもいい声だから文化祭で歌ってみたらって言ってくださって、はい、それで自分の声って恥ずかしい声じゃないんだっていうところにまず自信を持って歌うようになって、そして今度高校1年生になった時に、音楽の高校1年生の時の音楽の先生が今度は声楽専門の先生だったんですね、はい、でその先生が休み時間などに歌を聴いてくださって、ちょっとレッスンしてくださるようになって、で子どものソプラノから大人のソプラノに、その変声期の時期にその先生のおかげで、その方がいらっしゃらなかったらちょっといいな、はい、今のね、今の先生ないと思います、その先生お二人の先生のおかげで、はい、では、モーツァルト作曲ヘル147番か。そうです。お母さんの子守歌はどんな感じでしたか、はいはい、今ちょっと思い出して歌っていただくことはできますでしょうか。母が歌っていたのは、ゆりかごの歌をというような感じの。ちょっとびっくり。一秒で変わるんですね。これ喋ってたところからふっ。こんな感じで。これすごい。例えば夜中にお母さんが寝てたとしても。はい、それで強盗が入って、はい、金を出せ、金を出さないと命がねえよって言うと、ゆーりかごじゃない、絶対逃げていくと思います。ホラーですね。ちょっと今映画のワンシーンとして面白いかもしれない。ちょっと今5秒ぐらいで歌ったの、もう世界が変わっちゃった、ね、どうしたらいいんだろう。そういうことなんだ。結婚してくれませんか。気持ち悪いですね。すみません。山田さん笑いすぎですよ。山田さんの笑い声はこのガラス2枚を通じて今聞きましたね。山田さんのミキサーの方ですけどね。そうですか。じゃあその先生のおかげで悩むこともなく、はい、でもちょっと大変だったじゃん、実際肉体的には。そうですね、先生もやっぱり前例が、ね、ない前例がないので、うん、ただまあちょっとラッキーだったのが、その時ちょうどメラヨシカズさんが物のけたち、
時代だって、それがあの人が、あの人で最初の人じゃない、ああいう意味でメジャーになった人は。そうですね、うん、なのでこう世の中も、あ、こういう選手があるんだということをこう、あの認識し始めてた頃だったので、あの、あ、こういう選手で行くという道もあるんじゃないかということ、うん、声の種類ということですね。で、はい、先生もやっぱり試行錯誤しながらレッスンしてくださって、いやでも、いやあなたソプラノねとか言って、先生も育てたいっていうのは、いや本当に一生懸命やってくれて、先生は、ね、出会っちゃったからね。お名前なんていう方ですか、聞いていいですか。熊本で浦田の浦田玲子先生、浦田さん、浦田、浦田さん、はい、浦田玲子先生、今でも感謝してます、うん、玲子メラさんのインタビューとかね、あの拝見すると、はい、やっぱり小さい頃から松田聖子さんの歌を歌うのがただ大好きで、はい、もう自分は周りから見ると、まあ、ちょっとあの人ちょっと小柄だしね、はい、あのすごく異常だってずっと言って、いつも死にたい死にたいと思ってきた時に、うん、やっぱり歌が自分をすごくやっぱり歌うのが好きだっていうのがあって、うん、それ確かね、外国でなんかね、あまり売れてなかった、外国で輸出版、輸入、外国であの出したアルバムがあったんです。それを、これが偉いんだけど、宮崎駿さんがそれをイタリアかどっかで出てるのを見つけて、この人だっていう風になったっていうことがあったっていうけどもね。だから、そういうことで言うと、木村さん自体は、あの、大変失礼ですけど、僕も母が熊本出身なんで、はい、行ってもいいかもと思うんですけど、はい、あの、今、田舎じゃないですか、ね。そうですね。はい、だけど、そういうことで言うと、あいつちょっと女みたいだとか、変だとか言われたことあると思うんですけど、うん、その辺はいかがでした。まあ、やっぱりおっしゃる通り、その、うん、みんな前例がないので、そうですね、うん、まあ、文化祭でこう先生が歌ったらって言ってくださっても、やっぱり反応が気になってしょうがないですよね。でも、まあ、その時、まあ、本当にこれは友達とか先生方にも感謝なんですけど、みんなが最初は歌い出した時やっぱりびっくりでざわざわざわってなるんですけど、終わった後に、いやすごかったよってみんなが言ってくれて、その反応で、そのやっぱりこう中学生の高んだ時期も、あのみんなのなんか良かったよっていう声で乗り越えられたかなって、ったかと傷つきやすいもんね、中学の時とかね、はい、自分が安定してないしね。それはでもね、上手かったからだ、ね、もちろんです、それが下手だったらダメって言ってはね。奇跡の声の木村さんの歌を引き続き、まあ、やっぱ日本のさっき初週夜曲をね、はい、聞かせていただいたんですけど、はい、もう日本の素晴らしい曲を聴いていただきましょう。木村雄一さんです。五木の子守歌五木の子守歌、木村雄一さんの歌声でお届けしました。何も弾かない、何も足さない、いいですね。いや、ご自身ではどうですか、こうお聞きになっていて、やっぱり自分の声が美しいぞっていう。あ、自分だとあのやっぱり自分だといろいろ、あ、ここがダメだとかそういうところ気になる。今もあります。あ、ここちょっと越したかったなとかあります。あ、やっぱりいろいろ。そうですか。僕らなんかもう完璧なものを今聞かせていただいたみたいな ね、うん、すごい素敵。だからやっぱ女性のソプラノとは全然魅力が違う、うん、どう違う、どう違う、なんだろうな、当たり前じゃない感じがやっぱりしちゃうんですかね、うん、これはこの人が今特に隣に座ってるので、この人が今の五木の子守歌を歌ってるんだって、どうでも。だからこれ夢なの今。夢まだ正月ですから。だから、まだ夢だね、今のあの聞かせていただいた素晴らしいあの歌声と、ここにいらっしゃる、そう、ね、木村雄一さんとか同一人物とは思えない。で、先ほどお母さんの子守歌も5秒程度しか聞かせていただけませんでした。ミュージカルですね。すみません、なんかもう少し長めに。あ、いいんですか、お願いします。そうすると生で、はい、歌わせていただいていいですか。はい、あの私サウンドミュージックという映画が大好きで、はい、この中から私の人生を変えた曲を、はい、洋楽を聴けるんです。私が15歳の時、音楽の授業で、はい、あ、音楽の歌の試験で歌って、先生に良かったよって言ってくださった曲、エーデンアイスを歌わせていただきます。はい、エイラバイス、エイラバイス、Every morning you reach me, small and white, clear and bright. You look happy to meet me. No suburbs, no, may you bloom and grow, bloom and grow.Forever,
ブラーボー、ブラーボー、ブラーボー。どうしましょう。エデルワイスって音楽の教科書にも載ってて、誰もが歌ったことのある歌だと思うんですけど、別物でしたね。いやー、気持ちよかった。小倉美香さんどうです？今聞いてて。よかった。すごいよかったです。素人か。ミキロハン君どうでした？今聞いてて。もう最高です。最高でございます。いいですね。大会行けなってしまいました。いやー、これをじゃあ皆さんの前、っていうか試験で。そうですね、試験で歌って、あ、これ文化祭で歌ったらって言ってくださって、はい、懐かしいですね。あのなんかとにかく人生を変えた一本が、まあ、映画の番組ですので歌うと、はい、サウンドミュージック、そうです。それは どういうふうなことでしょう。あの母がもう小さい時からこの映画をずっと見せてくれて、もう本当に大好きで大好きで、もう英語の意味も分からず、ずっとこう音楽映画の中に出てくる曲を繰り返し歌ってたんですけども、まあ、母の影響でこうソプラノで歌ってたので、真似するのもマリア先生のところを真似するんですよね。ジュリー&リュースの、はい。で、あの音楽の試験、中学校3年生の時に今おっしゃったように教科書に載っていたの で、うんね、でその時の試験が載ってる曲だったら何でも歌っていいっていう試験だったの で、はい、で私はこのエデルワイスを歌って先生にあの、まあ、見出していただいたという本当に人生を変えた一本ですね。森進一の宮本町ブルースだったら違ったでしょ。それ教科書に載ってないですよ。多分載ってないと思う。この間カラオケで歌ったんですけどね、すごいですよ。流す涙で割る酒は騙した男の味がする。明日はいらない、今夜が欲しい。すいませんでした。エーテルマイスの良い雰囲気だったのにすごい歌詞だなというね。はい、いやー人生って変わるんですね。そうですね、はい、うん、歌の力って大きいと思いません？大きいですね、うん、もうずっと申し上げてることなんですけど、はい、この映画の番組をもう20年以上もやらせていただいてるんですけど、はい、古い映画を見て、例えば僕ゴッドファーザーが大好きで、はい、ゴッドファーザーを見ていろんなシーンがあるけども、あれ初めて見た1972年のことを思い出すことはないんですね。ああこのシーンはこうだな、あのあとこうあの人撃たれるなとかっていうのを見てる。ところが商店街でも歩いてて、はい、真似しちゃダメです。絶対今日歌わないと思ったのに。とにかくなんか聞こえてくると、思い出の曲が聞こえてくると、なんか涙がボロボロボロ出てきてね、あの時あの人とああいうとこあの映画見たなとかね、あのあそこ散歩したなとかね、いろんなことを、音楽が一番なんか心に入ってくる深さがありますね。いや、本当そうですね。はい、私もなのであの映画の最後のエンドロールの時に流れる曲が、うん、あの結構気になって最後まで見ますよね。すで、はい、必ず出ますからね、はい、とパフォームと誰々とか、はい、でなんか素敵な音楽がやっぱりこう、うん、そこにこう流れる時が結構あるので、うん、そうですよね、はい、本当にね。そうか、サウンドミュージックはあれにも、モデルになったあの一家がチラッと出てるの知ってます？本物のね。本物ね。で、あの、マリアさんの、はい、で、あの、撮影現場に来て、はい、それで、あれを、ロバート・ワイズ監督でしたっけね。それで、あの、もっと私、出せ出せって来たんです。それとも監督が嫌がっちゃって、はい、あのしょうがないかって、遠くのちょっとだけ歩いてるの。それ僕、あのブルーレイの特典映像で見てね、はっきり分かったんですよ。あの、前半の方ですけどね、出てる。家族で。家族が違う。ご本人が。出てる。へぇー、知らなかったですね。いろいろね、ありますけど。あとはあそこでも何度もご覧になったでしょうか、はい、あのボートに子供がバチャンと落ちちゃうシーンがあるんですよ、はいはい、あれ本当にね死にそうになったのって溺れそうな、みんなで本当に泳げなくてグワーって助けて、あよかったっていうね、ことだった。だから本当に落ちてるっていうのとかね。そうなんですね。いろいろね、あれ見るとザルツブルクとかね、行ってみたいですね、はい、行ってみたいですね。なぜザルツブルクっていうか知ってます？塩、ザルツって塩のことなんですよ、はい、塩が取れるから。林和夫さんが深くうなずいてました。では前半はこの辺にして、はい、後半は林和夫さんというですね、この番組の秘密兵器が、戦うんですか？あ、違うんですか？何のために今日林さんに向いて正月早々来たアカペラ対決、当たり前じゃないですか。さあどうなるのか。じゃあ一旦心を落ち着けるためにこの曲の後、また後半も木村雄一さんの特集をお送りします。また後ほどありがとうございます、はい、木村雄一さんです。アベマリア、ありがとうございました。